入ってもいいですか。はい、お入りください。失礼します。こんにちは先生。はい、こんにちは。私はエムリアニス・ジャマノエンです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アニス・ジャマノエンさんですね。はい、はい、まず簡単に自己紹介してお願いですが。はい、はじめまして。私の名前はエムリアニス・ジャマノエンです。今20歳です。生年月日は2004年の1月29日です。バングラデシュ人です。ナルシンディケンから来ました。私はサンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しました。私の趣味はサッカーをすることです。家族は6人です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの生年月日を教えてください。2004年の1月29日です。日ですね。年齢はいくつですか。今何歳ですか。今20歳です。今20歳ですね。はい、あなたはどこで生まれましたか。ナルシンディのライプラで生まれました。はい、わかりました。あなたは独身ですか。はい、独身です。はい、独身ですね。はい、あなたのふるさとはどこですか。ナルシンディです。ナルシンディですね。あなたのふるさとはどこですか。ナルシンディです。ナルシンディです。ナルシンディはどんな町ですか。ナルシンディはきれいな賑やかな町です。ナルシンディで何が有名ですか。バナナが有名です。バナナが有名。あなたは毎日バナナを食べますか。はい、はい、食べます。あなたはどうして日本に行きたいですか。勉強しに行きたいです。日本に行ったら何を勉強したいですか。日本語を勉強しました。はい、その後大学に入ります。大学で何を勉強したいですか。オートモバイルを勉強します。わかりました。オートモバイルを出席をしたら次どうしたいですか。国へ帰って、日本の有名な会社で働きたいです。はい、わかりました。今あなたは何をしていますか。私は学生です。学生、どこの学生ですか。日本語学生です。あなたはどこで日本語を勉強しましたか。サンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しました。その学校はどこにありますか。ダッカのモンモトにあります。あなたはいつからいつまで日本語をやっていますか。昨日の3月から8月まで日本語を勉強しました。どのくらい日本語を勉強しましたか。6月ぐらい日本語を勉強しました。あなたは全部で何時間ぐらい日本語を勉強しましたか。172時間半ぐらい勉強しました。はい、わかる。日本語の勉強はどうですか。ちょっと難しいですが面白いです。どんなところが難しいですか。漢字が難しいです。はい、漢字は書けますか。はい、はい、わかりました。何個漢字書けますか。120漢字が書けます。はい、わかりました。どんな教科書で日本語を勉強されてるんですか。みんなの日本語です。わかりました。日本に行ったらどこに住みたいですか。学校の寮に住みたいです。日本についてどう思いますか。日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学級費は安いですから日本に行きたいです。はい、わかりました。日本に行ったことがありますか。いや、あります。日本で何が一番好きですか。アニメと文化です。日本のアニメ見たことがありますか。はい、はい、どんなアニメ。ドラえもんとナルトとワンピースとデッドノートです。日本の文化について知りますか。はい、知ります。はい、文化の名前教えてください。お花火と七夕です。七夕ですね。わかりました。七夕について知りますか。いえ、知りません。いえ、知りません。はい、わかりました。日本で学校はどちらですか。キュートにあります。その学校の住所、その学校の名前を教えてください。京都銀行文化アカデミーです。その学校はどこにありますか。京都にあります。日本の京都にあります。日本の京都にあります。はい、その学校はどこにありますか。日本の京都にあります。わかりました。日本に友達や親戚、知り合いがいますか。いえ、いません。日本料理食べたことがありますか。いえ、ありません。日本に行ったことがありますか。いや、ありません。日本に留学したことがありますか。いや、ありません。日本のビザ申請したことがありますか。いや、ありません。はい、わかりました。あなたは橋が使えますか。はい。あなたはいつ高校卒業しましたか。2022年高校を卒業しました。わかりました。あなたは日本語能力試験外しましたか。はい。はい、何を合格しましたか。JLPT とNATとどちらも
合格しましたね。はい、JLPT はいつ受けましたか？去年の12月に。12月受けました。はい、わかりました。あなたは日本で、あなたの学校の校長先生の名前を教えてください。よきよしだです。わかりました。バングラデシュの旗の色は何ですか？緑と赤いです。あなたの好きな食べ物は何ですか？ビリヤニです。あなたはビリヤニで、作ることができますか？はい。はい、できますね。あなたはビリヤニ作ることができますか？はい。はい、できます。バングラデシュの隣にどの国がありますか？インドがあります。インドがありますね。日本の隣にどの国がありますか？中国と韓国があります。日本の首都の名前は何ですか？東京です。バングラデシュの首都の名前は？ダッカです。ダッカはどんな町ですか？賑やかな町です。はい、東京はどんな町ですか？綺麗な賑やかな町です。はい、わかりました。今朝何時に起きましたか？6時半に起きました。昨日の晩何時に寝ましたか？12時に寝ました。寝ましたね。あなたはどうして大使館に来ましたか？面接がありますから大使館に来ました。あなたは何時に大使館の前に着きましたか？9時半ですね。9時半ですね。わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえば次のでも行きたいです。わかりました。あなたの決心弁者、スペンサーは誰ですか？私の父です。父ですね。お父さんは何をされてるんですか？商売をしています。どんな商売をされてるんですか？近接物を商売しています。どこで商売をしていますか？ナシンドのライブラに商売しています。わかりました。家族は何人ですか？6人です。誰と誰がいますか？両親と私と妹と2人弟です。妹さんは何をしていますか？学生です。学生ですね。はい、以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。